タマラ・トデフスカ、またはタマラは、マケドニア共和国、スコピーエ出身のポップミュージック歌手。マケドニア人の父とヘルツェゴビナのセルビア人の母の間に生まれた。彼女の姉は有名なマケドニアのポップミュージック歌手で、アルティアナ・トデフスカ・ダプチェビッチである。2008年にはブルチャク及びアドリアン・ガジャと共演し、2019年にはソロで、ユーロビジョンソングコンテストに、 北マケドニア代表として参加した。2019年大会では決勝の審査員投票で1位を獲得し、総合順位では7位と北マケドニアの最高順位を記録を塗り替えた。スコピエ音楽アカデミーの学生でもあるタマラはマケドニアで最も人気のある歌手の一人である。タマラとデフスカは2001年にロベルト・ビロビロフ制作の楽曲ダリザナムでそのキャリアを歩み出した。 翌年タマラはモンテネグロのスンチャネスカレフェスティバルに参加してこの曲を歌った。2003年にもタマラは同フェスティバルに参加している。モンテネグロのブドバで行われたフェスティバルで歌った楽曲1003ンンはチャート主位を記録した。タマラはマケドニアのオフリドで行われたオフリドフェストで母親でオペラ歌手のブランカとも共演し3位に入賞した。 タマラはシティプのマクフィストに3回出演している。2004年にはネマーナで参加。2006年にはブルチャクと共演してセドモ・ネボで参加して優勝。2007年にはバラード曲スマズのザーネで参加している。セルビアの聴衆からはタマラがベオグラードのグループ187と共演した2004年の楽曲セックスを通じてよく知られる。 翌2005年、アレクサンダル・マセフスキのプロデュースによって制作され、発売されたアルバム、シノは、同年の最優秀アルバムとなった。2006年には、タマラとブルチャクは、モンテネグロのブドバフェストで、ローザ・デボイカを披露し、大成功を収める。タマラは2004年のユーロビジョン・ソング・コンテストの、マケドニア代表選考を兼ねた、フェスティバル・スカップジェフェスト2007で、 トシェプロエスキのバックシンガーとして参加した。また、2007年にはタマラは、同フェスティバルにおいて、カジコッチ SITI を耐105ポイントを獲得した。これによって、同フェスティバルで2位入賞となった。続く2008年には、スカプジェイフェスト2008にてブルチャク及び、アドリアンガジャと共演して、VO イメナラボーブタを耐優勝を果たした。これによりタマラは、 マケドニア代表として、ユーロビジョンソングコンテスト2008への進出を決めた。タマラ、ブルチャク及びアドリアンガジャは、VO イ、e、メナラボーブタを、マケドニア共和国の主要4言語並びに、英語、ロシア語の、軽録言語のバージョンを作り、ビデオクリップも制作して、プロモーションを推進した。ユーロビジョンソングコンテスト2008本戦では、この曲の英語バージョン、 レミーラビューを披露したが準決勝10位となり9位以内が条件であった決勝進出は叶なわなかった。VO イメナ、ラボーブタの各言語でのタイトルは以下の通りである。ありがとうございます。